海のプール現那大海浜公園は、北海道西郡乙部町にある北海道屈指の海水浴場。環境省による海水浴場100選のほか、日本の水浴場55選、日本の水浴場88選に選ばれている。毎年7月中旬から8月下旬に開設される。1990年7月28日開設。海岸を特定により囲まれ。 通称、海のプールと呼ばれており、外海が多少荒れていても遊泳することができ、近隣の海水浴場が遊泳禁止となっても遊泳可能な場合が多い。正面の海口部と南西側の潮同士により常時海水が循環している。環境省の海水浴場水質調査でも常時最高水質の養を保っており、水中の透明度が高い。さらに、 シャワーや更衣室を備えるなど、アメニティ面も整備されていることから、利用者からも高い評価を得ている。7月下旬と8月14日にはイベントを実施している。開設期間中の週末は、ウニつぶホタテを放流し、子供を対象とした手づかみ体験を実施し、東公園の名物イベントとなっている。広配地には、レストラン駐車場、道の駅ルート229園などがある。 海水浴場100000に、乙部、玄奈台安心で水質良い海のプール評価。北海道新聞。乙部町の玄奈台海浜公園日本の水浴場55、1000に、環境庁。北海道新聞。乙部、玄奈台海浜公園が、完成本堂初の海中プール長さ320メートルのループ橋も28日に開園。北海道新聞。私、ひのきタイム。 乙部町玄奈台海浜公園安心。綺麗会のプール18日オープン24日。フェスウニー、粒の放流も。北海道新聞。ドライブに行こう道の駅で、一休み後ルート229玄奈台。で、クイランド体制。北海道新聞。ありがとうございます。